東口ほどがや駅は、神奈川県横浜市ほどがや区岩井町にある、東日本旅客鉄道の駅である。乗り入れている路線は、線路名称上は、東海道本線のみであるが、当駅には、横須賀線専用線路上にのみ旅客ホームがあり、同線路を走行する横須賀線電車及び、湘南新宿ラインの宇都宮線横須賀線、直通列車のみが停車し、旅客案内では、 東海道線とは案内されていない。湘南新宿ラインの東海道線高崎線、系統は全列車が快速運転のため通過する。また当駅には各路線ごとに駅番号が与えられている。また JR の特定特市内制度における横浜市内に属する。1887年7月11日に東海道本線。 横浜交図館開通に合わせて、ほどが谷駅として開業した。この時点では、横浜駅は現在の桜木町駅の位置にあり、東海道本線は初代横浜駅でスイッチバックをしてほどが谷に至っていた。開業当初は西欧風のモダンな駅舎が建てられていたが、西口だけであった。この折り返しは輸送上の大きな障害となっていたこともあり、 その後実新戦争が勃発して輸送量が増加した折に陸軍省の依頼で神奈川駅と東駅の間を短絡する路線が1894年9月下旬に開通したこの路線は当初暫定のはずであったが日清戦争が終わり東海道本線の複線化が進展するとこちらの路線を本線とする計画が生まれた横浜の商人などは 横浜駅が非線状になって列車本数が減少してしまうことへの懸念からこの計画に反対したが結局1898年8月1日に短絡線の方が本線となりこちら経由で神奈川大船間の複線化が実施された横浜の市民の利便性を考えてこの短絡線上に平沼駅が1901年10月10日に設置されたが 平沼駅周辺は未開で横浜市街地と結ぶ交通も未整備だったことから利用は少なかった。その後、東海道本線のすべての列車が横浜駅を経由できるように改良することになり、1915年8月15日に高島町交差点付近に2台目の横浜駅が開設された。これと同時に初代の横浜駅は桜木町駅に改称した。 東海道本線は、神奈川駅から南へ向かって二代目横浜駅を経由し、石崎側に沿って、当駅に至る弓鳴りの経路を通るようになり、同時に桜木町と当駅を結ぶ路線、神奈川駅と当駅を結ぶ、短絡線は廃止となった。また二代目横浜駅の東側に、 貨物駅として設置された高島駅と東駅を結ぶ伏線の貨物線が1915年12月30日に開通した。その後1917年6月17日に鶴見駅と高島駅を結ぶ貨物線、通称高島線が開通したことで鶴見から東駅までの貨物線がつながり旅客と貨物が別線路を走行するようになった。またこの年に 西口駅舎が改築されている。しかし1923年9月1日の関東大震災により2代目横浜駅は消失した。その後の横浜の鉄道網再建計画にあたって、東海道本線を再び直線化する方向でまとまり、現在の位置に3代目の横浜駅が建設された。これにより、 一度廃止された神奈川大ほどが谷間の短絡線が再び本線となることになった。三代目横浜駅に着工する前の1925年12月13日に東海道本線、東京高図館が電化され、当駅を通る列車も多くが電気機関車の経営に移行した。1928年10月15日に三代目横浜駅が開業し、 二代目横浜駅を経由する弓なりの経路は廃止されて短絡線が再開通した。またその後貨物線の再編も行われ、1929年8月21日に品川鶴見間の通商品、鶴線が開通して新鶴見奏車場が開業し、また鶴見から程が谷まで本線に沿った貨物線が開通して、程が谷から平塚まで、前年の3月31日までに順次、 開通していた貨物線と合わせて品川平塚間の客下分離が完成した。この線路の品川東、戸塚間が後に横須賀線の電車を運転するために利用されることになる。この貨物線完成により不要となった高島と当駅を結ぶ貨物線は同年9月16日に廃止となった。1929年2月14日後に相鉄本線となる。 神中鉄道が西横浜駅まで開通した際に、当駅と西横浜を結ぶ連絡線が開通し、砂利輸送が行われるようになった。この連絡線を経由した運転は終始入れ替えの扱いとされていた。1948年9月13日に、この路線は貨物支線として正式に開業し、営業キロは 0.8km とされた。 引き続き砂利輸送が行われたほか、厚木海軍飛行場に進駐した米軍向けの燃料輸送も実施された。1964年からは、厚木駅付近に小野田セメントのセメント基地が建設され、セメント輸送も行われるようになった。一方でこの年、相模川の砂利資源枯渇に伴い、砂利輸送は全廃された。また、当駅構内には、 相鉄所属の専用線も存在していた。1930年3月15日から、横須賀線の列車が電車化され、当駅に電車が運行されるようになった。これに伴い、東海道線は全列車が当駅を通過となり、横須賀線の電車のみが停車するようになった。百三十一年十月一日に、ほどがや駅に改称され、百三十八年三月には、 東口駅舎が開設された。東海道線と横須賀線の列車は同じ線路を共用してきたが、貨物線を利用して分離を行うことになり、まず1979年10月1日に横浜ハザー駅経由で新設された貨物線に貨物列車の運転が移行し、当駅では貨物扱いが廃止となって貨物線が開くことになった。これに伴い10月6日付で、 相模鉄道の貨物支線も廃止となり、残っていたセメント輸送や米軍燃料輸送は厚木駅を経由したものに移行した。廃止の時点では、この連絡線の営業キロは1.0キロメートルとなっていたが、改めキロがいつ実施されたかは不明である。それから1年をかけて、橋梁の改築などの旅客化工事が行われ、1980年10月1日から、 旧貨物船を経由して、横須賀線電車の運転が開始された。1981年2月1日に、現行の京城駅舎が、共用開始されている。ほどがやという地名の由来は、複数説がある。有力なのは、民族学者の柳田邦夫の主張する、女性器の形に似た谷という説と、古代で、旭区から、ほどがや区にかけて、広大な橋場みだに送り屋が存在し、 半ヶ谷が,やがほどヶ谷に転化したという説である。島式ホーム一面二線を持つ地上駅で京上駅舎を有している。島式ホームの東側にはホームのない東海道線が通っている。北側には着発線一本時回し線一本があり、横浜方面からの折り返しに使用されている。さらに横浜寄りには保線基地がある。貨物ホームがあった名残から、 横浜寄りには出発信号機がある。このため電車が発車する際、出発信号機の表示が赤である場合は、発車待ちが生じる。横浜ハザー駅経由の東海道貨物線が開通する前は、本線西側と駅舎北側にコンテナホーム、有害車用ホーム各一面一線の貨物ホームが存在していた。2016年6月現在、 ホームの横浜方面の階段下に、駅そば、浜そばが営業中。ホームの柱一本置きに、明治、大正期のガストを彷彿とさせる形状の電灯が設置されている。主な駅弁は、下記の通り。2019年度の1日平均乗車人員は34,029人で、ある。近年の推移は、下記の通り。東口側の集合住宅から、 小戸ヶ谷駅を望む手前の道路が国道1号、画像右が横浜方面、左が大船方面やあたり駅周辺は東海道の宿場の一つであるほどが谷宿があったところであり、駅の周辺にはいくつかの史跡が散在している。本陣跡をはじめ、考察場、鳥屋場、金沢横町道標4期などの史跡、神社、仏閣なども多く散在している。 西口付近を通る道路は、かつての旧東海道であり、東駅から約1キロメートルの位置にある、相鉄本線の天皇町駅方面に続いている。また、西口周辺には、ほどがや税務署も所在している。ただし、ほどがや区役所をはじめとした区の主要な観光庁は、相鉄本線の星川駅周辺に置かれている。神奈川中央交通、相鉄バス、 横浜市 A バスが運行する路線バスが発着する。改札口から国道1号を歩道橋で越えた先にターミナルが設置されており、1から8番乗り場はこのターミナル内に設置されているが、9番乗り場については国道1号線上に設置されている。神奈川中央交通、総鉄バス、横浜市 A バスが運行する路線バスが発着する。駐車区出店。 ありがとうございます。